の練習はこれにて終了。ありがとうございました。はあ、疲れた。本当にティオもお疲れ様。いい練習ができました。はい。あ、ノーベノーベ。あ、ノーベ、今日はお家でご飯？おー、まあそうだな。今日はみんな仕事でバラバラだから冷蔵庫の残り物で適当に済ませると思うけど。ならさ、うちに食べに来ない？え？みんなはもう誘ったんだけど、うちでママたちと鍋やるの。スバルさんとかティアナさんとかも来るから。そうなのか？なんでまた？ティアナさんは事件解決のお祝いで、スバルさんはママと仕事が一緒だったからって。ノーベも来てほしいな。うん、お邪魔するのも悪い気もするんだが。いいじゃない。ママたちいつもノーベに一人の時はいつでもご飯食べにおいでねって言ってるんだから。うん、それじゃあまあお土産買ってお邪魔するか。うん。よし、準備完了。お待たせ。ビビオたちももうすぐ来るから、こっちはこっちで先に始めてようか。はい。じゃあティアナの事件解決おめでとうと、スバルは今日もお仕事お疲れ様かな。そんな感じで乾杯。でも本当、みんな仕事のトラブルもなくて元気でよかった。はい、元気にやってます。海も陸も近頃は随分平和ですから、しっかり鍛えたり備えたりする時間が取れてていい感じです。だよね。今くらいの平和がずっと続くといいんだけど。あ、そういえばナノハさん、フェイトさん、お映画ってもうできたんですか？2作目の方。うん、もう大体。私たちの確認作業とかはもう済んでるし、もうすぐ完成するんじゃないかな。2作目は矢上司令たちがメインですよね。また子供時代の矢上司令張り切ってたよ。いろいろ記念になるからって。ルーテシアたちもロケの協力とかいろいろしてたみたい。え、そうなんですか？ルーテシアはいろんな才能の宝庫だからね。あ、ビビオ帰ってきたかな。ただいま。お邪魔します。こんばんは。お邪魔します。はい、みんないらっしゃい。ノーベもお疲れ様。すみません、急に。これお土産です。果物。ありがとう。なんだ、気を使わなくてよかったのに。いつもビビオたちがお世話になってるんだから。いえ、そんな。みんなお腹減ってるでしょ。すぐに準備するからね。はい。それじゃあ、なんだかにぎやかなお食事会ですが、せーの、いただきます。材料はいっぱいあるからたくさん食べてね。はい、おいしいです。はい、ハルトさんもどうぞ。 ありがとうございます。ノーベもお疲れ。ああ、ティアナも事件解決だって。お疲れ様。ありがとう。あ、ノーベ、取り分けたよ。はい。あ、すみません、フェイトさん。あ、そういえばママ。はい。後で映画の資料をみんなに見せてあげていい？2本目の資料とかまだうちにあるよね。あるよ。いいよ、自由に見て。映画すごいですよね。1作目は感動しました。今度は矢上司令たちもご登場なんですよね。うん、矢上司令の始まりのお話。映画？あ、ごめんなさい、アイハルトさんにはちゃんとお伝えしていませんでした。ナノハさんやフェイトさんの子供時代のお話がとある管理外世界で映画になってるって話がまずあって、それで一作目が公開された時にみんなで見に行って、で今はもう続編が作られてて、その映画がもうすぐ完成するって話なんです。あ、そっか。一作目を見に行った時ってアインハルトちゃんとはまだ出会ってなかったんだ。そうなの。それでなんとなくお話しする機会がなくって。あ、いえ、でも
映画ですか？すごいです。私たちの子供時代はいろんなことがあったから、その世界でその時起きた出来事や当時の人物たちの思いをノンフィクション風に綴ったお話って感じです。なるほど、興味深いです。私記憶ディスク持ってますから、再生装置ごとお貸ししますよ。うちにもあるよ。ありがとうございます。拝見します。アスティオンもぜひ見たいと。あ、噂をすれば。映像通信、ヤゴミシレ。もしもし。こんばんは。ハヤテ、今ちょうどハヤテの話をしてたんだよ。ほんまか？映画の話。すごいな。私もちょうどそれに関する話題で相談しようと思ってたんよ。あら、今お食事中？ビビオとアイホルトたちおるな。来てるよ。ちょっと子供たちにお願いしたいことがあるよ。食事が終わる頃にビオラを連れてお邪魔してもええかな。うちは構わないけど。ビビオ、みんな、ヤガミ司令がちょっとお願いしたいことがあるそうなんだけど、いい？もちろん。私たちにできることでしたら受けたまわります。はい、だそうです。よかった。ほんならこれから出るな。40分くらいで着くから。はい。ヤガミ司令とミオラさん、お願いしたいことってなんだろうね。